はい、皆さんこんにちは。どうもフライトでございます。本日もステイホームエアラインズのチャンネルへようこそ。今回も紹介動画になります。ムスフス用にシンプルトラフィックというアプリケーションがリリースされております。ムスフスの AI 機といえばですね、先の尖った特徴的な形のモデリングに謎の色の塗装という組み合わせでございました。今回はそのモデリングはそのままなんですけれども、世界中の航空会社の塗装が表示されるようになります。これはオンラインでもオフラインでも使用可能で、モデルマッチングを正しく行うことでバッドシムでも使用が可能だということを確認しています。雰囲気が結構出ていていいですよね。ダウンロードはムスフスのマーケットプレイスからは不可能です。今のところ PC のみの対応のようです。アエロソフトの公式サイトでこのソフトを購入した後に、アエロソフト1というソフトを使ってインストールする必要があります。このようなソフトなんですけれども、シンプルトラフィックを購入した後ですね、このアエロソフト1というソフトを起動するとライブラリの中に表示がされますので、インストールという項目を選んでインストールします。それだけで完了です。特段トラフィックの設定などは必要ありません。インストールが完了して AI 機のあるフライトを読み込むと、あとは自動で塗装を読み込んでくれるというような代物になっております。ではシミュレーターの設定がどうなっているか少し見ていきましょう。設定するべき項目はトラフィックの中のエアクラフトトラフィックタイプ、今回は AI オフラインで表示させておりましたが、リアルタイムオンラインもしくは AI オフラインという項目で使用が可能です。このソフトを使う場合の AI エアクラフトトラフィックデンシティ、まあ、AI 機の出現させる量ですね、これをだいたい35から50の間にすることを推奨されております。またショートラフィックネームプレーツはオフでもオンでも構いません。このアプリケーションを使用する際にもう一つ注意する点は、グランドエアクラフトデンシティ、空港のスポットに止まっている動かない飛行機ですね、これをどれぐらい表示させるかなんですけれども、ゼロにすることが推奨されてますので合わせてご確認ください。それでは戻ります。こんな感じの設定になっております。さてお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今回はディベロッパーモードで起動をいたしております。FPS にご注目ください。かなり低いですね。もともとムスフスでは AI 機を表示させるとかなりSIM自体が重くなります。なので私は普段あまり表示させておりませんでした。私の環境で現在 4K ですけれども、まあ大体平均して23から 24fps ぐらいまで低下します。機体の読み込みが発生した時、また機体が近くで動いている時はさらに下がる傾向があります。 CPU がネックになっているようですね。フル HD にしてもあまり変わりません。実際に見てみようと思います。現在ゲーム自体は 4K になってますけれども、これをフル HD に変えたとしても、FPS のところをご覧いただくと先ほどとあまり変わっていないのがわかると思います。いずれにしろ CPU がネックになっているというような感じですね。ちなみに AI 機をオフにしたらどうなるのか見てみたいと思います。トラフィックの項目で AI 機をオフにします。これでアプライして見てみましょう。まあ、全然違いますね。重いと言われるヒースロー空港で、まあ、FPS50 ぐらいのところで安定します。今少し下がってますけれども、 PBB が動いてるとなぜか少し FPS が下がるんですけれども、まあ、50前後ぐらいのところで落ち着きます。
というところで AI 機がこのシミュレーターにどれだけ影響を与えるかというところが分かったと思います。さて画質を 4K に戻しましてリアルタイムトラフィックをオンにしています。まあ、ブリティッシュエアウェイズの2761便が滑走路に向かって着陸をしてくるところですね。ネームタグをオンにしておくと、どこにどんなトラフィックがあるか、いるか一目瞭然で分かりやすくなると思います。先ほどと比べても表示されているトラフィックの数が圧倒的に少ないので、FPS はだいたい40切ったぐらいのところでですね、4K ですけど安定をしています。これぐらいだったら使えそうですね。ちなみにシンプルトラフィックをオンにしていてもですね、自分が持っている機体を AI 機として表示させることも可能です。これはエアバスの330ですけれども、私の持っている機体の中で、このように AI 機として表示がさせられるというところですね。実際に今私が使っている、このゲームのセッションの中で使っている機体は別にちゃんといますね。まあ、FPS は40ぐらいで安定してますので、トラフィックをかなり少なくすればいいんですけれども、先ほど AI 機 40% 程度であれだけ FPS に影響を与えておりましたので、まあ、それぞれの環境に応じての調整が必要になると思います。さていかがでございましたでしょうか。価格自体はそんなに高くないです。日本円で2000円ぐらいですので、導入してみる価値はあるかなというふうに思います。今後もアップデートが予定されているようですので、もう少し様子を見て今後のアップデート次第という考えもありかなというふうには個人的な思っています。それでは以上です。また次のフライトでお会いいたしましょう。失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。ステイホームエアラインズのフライトがお送りしました。よろしければチャンネル登録お願いします。